さあ、あと15秒来るぞ。さあ、来るぞ。起動中です。今、私、起動中になっております。はい。いいよ。いいよ。はい。OK です。さあ、ピックアップやないかい。ピックアップやないかい。セレボじゃなかったやないかい。よい。よ。え?まさかのピックアップやった。 はい、第1弾ピックアップ。 ってことは、ピックセレボピックかもしれないですね。よし、見ていきましょう。まずはラインナップ、パレードミッキー、サプライズエルサ、サムガリピグレット、パレードティンク、アイドルチップ、アイドルデール、イエンシット、ロゼッタ、フェアリーゴッドマザー。おお、おすすめツムがおらん。寒がりかな。おすすめは寒がりピグかな。寒がりピグ。いやー、ちょっとラインナップはひどいな。寒がりピグと、寒がりピグぐらいしかいないよな、強いの。よくもねえしな。あ、一応サプエル?で、聞くべきかで言うと、まあ、一応ラスト賞好きしつけなんで、あれですね。ちょっと待って、これさ、ごめんなさい。コメントで、一旦コメント消しますね。ラスト賞好きつけなんで、まあ、45万、どうだろうな。例えば、1日20万稼げる人とかだったらいいんじゃないかな。はい、これでいいと思います。で、ですね、一応、この中には、常駐ツムがおりまして、サプライズエルサのみ常駐です。サプエルのみ。見えねえ。見えねえ。はい。こんな感じですね。まあ、これはちょっと、ピックアップの中身としては、ちょっとしょぼすぎるんですけど、まあ、スキルチケット回収できない人は、本当に超ドスル案件ですね。他の人は、超ドスル案件と。いう感じでございます。はい。ということで、そうか、イベントも始まって25日まで。あ、そうだ、あと、ピックアップが何日までかも確認しましょうか。イベント2部構成最高。俺しか喜んでねえと思うけど。よしよしよし。最高じゃん、2部構成。最高だよ。で、ガチャは12月7まで。 12月7までか、8日までにしてほしかったな。はい、まあということで、まあガチャは12月7までというところになっております。はい、ということでね、以上でございます。じゃあちょっと待って、あ、フェアリーゴッドマザーもそうか。ゴッドマザーもそうです。ゴッドマザーいたな、そういえば。ゴッドマザーもそうです。じゃあ、今これ動画にするんですけど、まあ、皆さんの意見、ここから、俺は引くか引かないか、はい。そこでコメントお願いします。このリプランが、動画に載るので、まあ、それを見てね、まあ、判断する人もいると思うので、さあ、みんなコメントをお願いします。引くのか引かないのか、どっちなんだい?どっちなんだい?さあ、引かない、引かない、スルスル、引く、引く、どうなんだ、どうなんだ、引かないが多い、引かないが多いのか、引いた、引いた、お
引く引く。お、いいですね。皆さんありがとうございます。ご協力ありがとうございます。はい、っていう感じで皆さんの意見はこんな感じでございます。